今回はこの医療と VR っていうものを掛け合わせて一体どんなものができるかっていうことについて寺田先生に、ゲストにお越しいただいてお話を聞こうかなというふうに思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、この中、今、僕、プレゼンをするんですけど、実はこれ、後ろに地球がありますよね。ありますね。これ月なんですよ。月の月面にプレゼンをしているんですよね。これ、なるほど。ここかな。皆様、こんばんは。OCD 代表の寺田と申します。今日は、こちらのステージからプレゼンをお届けしあ、まこす。れ、ここで喋ってるのが先生ってことですか？そうこなちんらですよ。のステージ。なるほど。一体どこにいるかお分かり映でってするか？のも、実は自分なんです。この座って見てるの。後ほはど、い。ワンオペです。外に出て、ここはどうなのかということを皆様にお伝えしたいと思います。データ統ちょっ計とツール見だっにたくいり、ですけどね。医療イラストだったり、これはあれなんですね。そういった会社と提もっ携とする近ことくにによっったりとて、か、あ、そうできいうます、こできと。ます。なるほど。そのいいも今ちょっのを。と頭がこうブレちゃってるんで、これヘッドセットで僕の目線なんですよね。これが実現可能僕とのなっ視て覚いる。が映ってるので、ちょっとやっぱり頭が揺れちゃったどりのようになっちゃうんですけど、ってるか、どっ発信かすこうるかやってしですたりとね。かすれば揺れないですし、このまま僕歩いていけば近くに寄ってきます。なるほまずはど。2階に移動しましょうか、じゃあ。そうですね、僕が移動して、なるほど。このよう私に、のアバターです。私は、不気味ですけどね。プラットフォームを作って、そこからいろいろなものを発信していく、そういったことができたらいいなと思っております。このアバターもやっぱ写ちょっ真。と先生に似せて作ってるわけですこね。れそうです、そうです。僕の写真を投影したんで、見てみましょう。ちょっと髪の毛増やしてますけどね。どこかわかります。さあ、出ますよ。さあ、ここはどこでしょうか。衣見服をま着すているというと、ね。す太ご陽がい。見えます。ここは、そう、月面なんです。これ 2D だからあんまり感動ないんですけど、実際にこれかけると本当感動するんですよ。な画るほ面上からど。見てもこの感動は伝わらないと思いますが、同じこと言って一ます番初ね。めてにここに来た時にはですね、本当に月かと思なるいほました。ど。月かと思いましたって言っても月に来たことはないんですが、例えば、この月にですね、いろいろなものを出せたりもします。おお、すご。そう、こうやってアセットって言って、中にあるのもこうやって出せるんですけど、ここに自も分しが登録、例えば、飛ばし後て、ほどご説明しますけれども、の世界を出てきてるっ手て術ことの、ダイコムデータとかも入れられますし、そういうのを足して、あと解剖学のアセットっ演技してて言っるて、もいろいの、ろな体の様道具々とかも入れられますしね。もちろんエンゲージだけではなく、この VR という世界は、ものすごい可能性を秘めています。今ヘリコプターに乗ったんですよ。皆乗ってま様しもたぜひね。一度体験してみてはいかがでしょうか。面白いですね。やっぱりエンターテインメント性も結構あるんで、面そう白ですいよね。です。これがちょっと僕のもう一つやってる会社の OCD っていうもので、で、イーメドっていうのがもう一個あるんですけど、それはセミナーを結構打ってる会社で、そちらの方で VR のセミナーを結構打たせてもらっていて、いいねだ。こんな感じですね。おお。こんばんは、じゃあ。これはまた違うアプリなんですけど、あ、そうなんだ。さっきのエンゲージっていうのは、これはスペシャルってちょっと違うんですね。三角筋がきますおお、が、すごい。手こもの出部てき分てにる。とって、このそうなんです体よ。側頭円筋が存在します。で、後ろに MP4 あったじゃないですか。動画も見れますし、なるほど。結構ね、やれること結構多様と。ただ、問題点とか壁な、これが越えなきゃいけない壁は結構ありますね。やっぱりそうさ、なんですね。いろいろやっぱ音声の問題とかも、やっぱこの XY 軸がちょっと Z 軸がずれちゃったりとか、結構いろいろあるんですけども、5G になっていけばもっともっと、円滑にいけるだろうし、可能性はものすごくあると思いますね。これ基で、本は講演じゃないですか。そのパワーポイントとかいわゆるまあ何かを教えたりする講義みたいな感じだと思うんですけど、実際例えばだからこういう VR でその場に人がいる感じで講演するのと、そのただパワポのスライドだけをボンと出してオンラインでやるのとだと、やっぱりなんかこう違うんですかね。僕ら実際 VR のやつを見たことないから、
分かんないんですけれども、その感想を今聞いてるんですけれども、はいはい、僕らもまだやり始めて間もないんで、はいはい、そんなに多くのご意見いただけてないんですが、うんうん、やっぱり普通に Zoom で見るよりも普通の講演会場にいる臨場感はあるという話は伺ってます、うんうん、なるほど。ただ逆に言うと、はい、そこまでZoom でやるのと視覚的にはそこはパワーポイントを見るっていう意味ではあんま変わらないんですよね。なるほど。だけど中でやっぱりこう移動できたりとか、うん、要は会場があったりするんで、いろんなと何個か会場も作れますし、中でパワーポイント見たらポスターのところに、いや歩いてってポスターを見るってこともできますし、うんうん、先ほど出たようなアセットっていうのも使えますし、うん、なるほど。もう全然やれることがあるので、はいはいはい、イメージとしてはあれですよね、なんかその、まあ、1人が講演してる会場に行くっていうよりはポスター会場でブワーッとポスターが並んでる前に例えば人がこうポツポツといて発表したら そこに行って質問したりとか話を聞いたりとかっていう風な形になったらすごい面白いです、ね、そうなんですよ。でそこでやっぱり音声の問題があって、はい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 、いっぺんにこのみんなが喋っちゃうとぐちゃぐちゃになっちゃうじゃないですか、はい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 、まあ、ね、世界でもそうだと思うんですけど、はいはいはい、だけどそれも今のところ何メートルまでは聞こえるとか聞こえないとかもできるので、遠くになると声が小さくなるとか、はい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 、でそれも先ほどちょっと言ったんですけど 5G になるとまたガラッと変わると思うんですよね、全世界が、うんうん、でこれパソコンからもいけて、ちょっと今お話ししたところでそのポスター会場とかですね、こんな感じでいきます。まあちょっとこれポスター入ってるか分かんないですけど、ちょっとこれをここをクリックします、はい、これ iPhone なんですよ。ワンシンケースを全部出します。うん、おー、すごい。すごい。ルートに渡します。まだ全然できてませんが。向こうにポスターとかも、ね、できるんですけどね。はい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 。あ、移動もできるんですね、この中で。はい。動画が。で、フレームレートも結構いいんで、はいはい、意外と。スルスルいくんですね、うん。そうなんですよ。やっぱ iPhone とかそういうので、やるとすごくあれですね、なんかなんて言うんだろう、すぐにできる感があって、そうなんですよ。パソコンとかだとやっぱちょっと少しハードルが高いじゃないですか。そうですね、ただヘッドセットってなるともっとハードルが上がっちゃうと思うんで、北先生が今おっしゃったように、はい、このiPhone でできるっていうのは本当 Zoom みたいに招待状を送れば、うん、URL を送ればこうやって入れちゃうんで、やっぱりここから 3D につなげていきたいんですよね、ヘッドセットの方に。あ、こんな面白いのがあるんだと、ちょっと中に、この中に本当に入ってみたいなと思った方が、うん、オキュラスクエストを買っていただいて、まあ、別に他のヘッドセットでもいいんですけど、はい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 、実際に VR 空間を体験してもらうと。わかりました。はい、ありがとうございます先生、とっても面白い、まあ、VR と医療の、まあ、導入として非常に面白い動画をたくさん見せていただきまして、ありがとうございます。勉強になりましたし、すげえと単純に思いました。まあ、分野が違うんであんまり出会うことってないんですけれども、はい、なんか、まあ、どの分野においてもですね、この VR っていうものがどん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 、まあ、重要になってくるんじゃないかなっていうのは非常に、うんうん、確信を持って、感じました。そう言っていただけると光栄です。はい、少しでも VR に興味を持ってくれる人が増えてくれれば、うん、僕のやってることは、まあ、いいかな、いいのか、世にこの世にとって、世の中にとっていいのかなと思うので、わ、うんうん、かりました、ありがとうございます。またぜひその VR 医療の関係で面白い話が出たら出演していただいてお話を聞きたいなというふうに思いますので、今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、はい、それでは失礼します。さようなら。はい、ありがとうございます。